ドムルトンでーす。今回は新キャラのラムを使ってる時、拠点以外行くなということについてやっていきたいと思います。これ要はね、サイト突っ込めって話拠点に突っ込め。これね、まあこいつのガジェットって床自動破壊ドローンで、まあね、別名自動メルトン機とか言われてる、あの騒音と床を破壊し続けるバカドローンなんだけどひどい割りをしてる、たまにしてるんですけどね。あのこいつ使ってる時はサイト突っ込め。でもね、これ思ってると思うんですよ、みんな。アンディ、エリア取りって必要でしょ。エリア取り、 FPS においてエリアを広げるって大事ってよく言われてるし、エリア取りって大事でしょ。で、エリア取りってなんだっけなってるだろう。どうせエリア取りって言葉の意味も分からずに、なんかかっこいいから雰囲気で使ってるんじゃないの。どうせバカにすぎエリア取りっしょ。やっぱここはラークしてる人がここでピークし、ポークしながらこれピークして、あのピークポークして、まあ ミクロマクロで修正していく、え、まあそういう感じで、なんだっけどうせエリア取りって何って感じでしょ。じゃあこれね、そもそもね、このゲームね、てか新キャラのラムって2階に行く意味、これ何か分かります？床を破壊するためだけに2階に行くのね。だからできるならばこんな感じで、そう、ドローンぶっこんで、あ、もう床壊れたねってなったら、床を破壊するためだけに2階行くから、これね、行かなくていいんですよ。あの今回何やるかっつったら、マジで結構真面目に野良を生かす戦い方する俺基本無双せずに味方を生かすぞ。そう、これ2階を、あの多分野良行くんで、野良にあの床見させるんですよ。オッケー、いい穴1階にいるね。で、こういい穴は多分ラーク系なんで、したね、オッケー。そこでスモークとか投げたり、銃声鳴らして、嫌なの気配を消してあげるの。こいつの、とにかくバリケオンとかね、なんかこいつの活動をね、俺がこうやってね、ちょっと、俺に注目させるんだよ。いいね、うんちも耐えたね。うんちとか言っちゃった、うんちして。いや、マジで、そういう感じなの。そう、もう拠点で、こう、あの、相手のスモークにうんちしてって、そこでうんち炊かせるのめっちゃいいの、これ。そう、ってなると、嫌なの気配が消えんだよね。で、多分ゾフィアが入ったね、オッケー。右が入ったね。そう、俺の鉄骨使って、多分冷凍のやつ圧かけんだよ。そう、こいつこいつ。そう、これなんですよ。そのために行かなくていいんですよ。いや、エリア取りって、エリア取りっすよね。分かってない方、これ見といてください。あ、今、うんち投げたね。うんちして。君の可愛いうんちもっと見たい。オッケー、何言ってるの、大丈夫かな。で、これね、裏技。騒音、このクソうるさい騒音ドローンと設置すると設置音かき消されるんだよ。知ってます？これドローン、ラムのドローンの音とディフューザーの音ってどっちでかいかって、ドローンの方がでかいんだよね俺さ、思うんだけどさ、普通逆じゃない？なんでボムの設置音敵に聞こえないわけ？このゲームの欠陥だと思うんですよね。いや、俺マジで思うよ、これバロランドだったら炎上してるからね。あ、いいですね、ゾフィア、そのまま降りなくてもよかったんですけどね。この上で会場見たら終わりなんですけどね。大丈夫ですかこれ。あ、上から足打ってるっぽいから勝ちだな。そう、これであとはもう適当に俺がもう隠れてるから、もうこれ勝ち確です。で、あと足音消してピークして終わりと。ほら、このポークしピークしてんだよほら、ポークしピークしてエリア取りで終わるんですよ。ほら、横分からない方も分かるでしょ、これ画面見てたら。めっちゃ強いから、この戦い方。でもエリア取りしなかったら FPS はダメでしょ。もうエリア取りおじさんがね、もうなんか怒ってると思うんで、あのエリア取りおじさんのための技をやります。これね、まあ、簡単に言ってしまうと、さっきの技のアンチだアンチの技もうやっちゃうぞ。これね、ミュート置くんですよ、リビングとかに。これ絶妙に外から見えないの、これ。もうやばくない？みんな知らないだろ、意外と。これ一回外から絶妙に見えないね、ミュートの置き方なんですけど、まあこっちは見えちゃうけどね。そう、これすると、要は何が言いたいかって、俺がやってた外からこれラムのドローン投げて床破壊したら行かなくていいんですよ、部屋の中、拠点突っ込みましょう。これできなくなるんですよ。だから要はね、何が言いたいかって、1階のガジェットとか敵を殺しに行かないと、なんか拠点攻められなくね、こう思わせんだよだからそう思わせるためにガジェットを1階に置いたり、自分も2階に遊撃する。で、これが大事なんだよ。これあんまやってる敵いないんだよね。だから俺の裏技やってるやついたら、これやったらエリア取りおじさんもにっこりする。ほらほらほら、俺の言ってた通り、エリア取り大事だわ。で、エリア取りってあんだっけで、なんだっけ、あい、あい、あい、
いいんだよ分かんなくたって。とにかく拠点上攻めないと拠点いけねえな、他の部屋取んなきゃいけねえなってやれよ。ほら引っかかってるでしょ、敵分かってないからこれ、金もこれってなってる。何回もできないけどねこの技だけど、ランクマッチとかだと全然刺さる。だからこれね、わけわかんないところにね、床破壊されそうなところにねこれ置いとくとねマジ強いよ。アンチラム覚えといてほしい。てかね、そもそもエリア取りってなんで必要なのって、いやメルトンも実は分かってないしよ。いや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 、経歴知ってます。 PG です。こう見えて今元 PG なんですよね。いや分からんか、プロゲーマーなんですけどね。分かります、エリア取り。いや分かってしまう。あ、ちょっとエイムがいやちょっとエイムが、そう、あ待って、なんか今敵撃ってたから殺させて。これね、いいのある、そのもう一個教えたい。この柱裏が強い。隠れる。危ない、生まれた頃からマシンピする前に俺、ま、なんかもう子宮にいた頃からうめえ大丈夫か、変なこと言いそうになったね、危ないね。実はね、あのマシンピストルってね、じゃねえや、ここのリビングの柱裏って人一人隠れられるんだよね。ていうかそういう構造になってんだよね、ゲームの開発的に。すごいでしょ。え、みんな意外と知らないでしょ、リビングの柱ってこれ何のためにあるかね。結構知らない人いると思うんだけど、遠距離とか外の相手を柱使ってガードできるんだよね、銃弾。これマジで知らなかったでしょ。そのリビング、3層のリビングの柱ってちゃんとそういう風に設計されてるんだよね。だから俺が今隠れたようにやってみ、みんなもねここで打ち合えるよ。まあ図書の窓は注意かな。みんな何のためにこの柱あるんだろう。あ、そういえばあれはエリア取りの話するの忘れたあれプロゲーマーだったんですよのドヤ顔でしか言ってなかったわ。ちょっとエリア取りについて話すかあれエリア取り説明バグできますよ。あのプロゲーマー様を経験してエリア取り知らないやついないから、もうこれ義務教です、義務教。あ、義務教で習いますねこれ、義務教育で。まあ、エリア取りってそもそも何かっていうと、あの制圧してる部屋を広げるってことなんだけど、まあ要するにクリアな部分、敵がいないところを増やしていく、エリア取りって。だ、例えば2階全部いなかったら1階の廊下攻めはしゃ、なんつうの、攻めやすいよ。俺じゃない、違う、こんなの違う。あ、向こうなったそうそうそう、俺じゃないからね。そうだよ、ありがとうね。こういうのはね、適当に首振って SRI 打てば大丈夫っすちょれーって感じでしょ。いや味方死んじまったわ、いやーみたいな感じの反省ゼロでも、あの首マウスで首クククククって言って SRI って言っとけば、あのペナルティーが無効化されるラーザなんで普段から味方を殺してるやつの発言みたいな。あ、なんかできんのか。あ、てかエリア取りについて話さなきゃ。まあそもそもね、エリア取りで大事なことは、エリア取ると大事ってか有利になること2つ教えるわ。ちょっといるんだろ。はい、そう、エリアを取るメリット2つあります。まあ1つ目が何かっていうと、味方とかチームが死にづらくなる。まあこれはまあ普通じゃん。2つ目のこれが一番大事なんだけど、あの敵に呼ばれづらくなる。だから要は取れてる部屋が北側と南側まで両方取れてる、エリアがめっちゃ広い、取れてる部屋が敵の方が多いってなったら、最終的に北と南どっちから攻めてくんだろうって相手からしたら分かんないのね。だからいろんなところに防衛するあの人員を割かなきゃいけないから、終わっちゃった、人員を割かなきゃいけないから、あの防衛が薄くなんだよね。そう、だからエリア取りって大事なんだよ。知ってますシャバン。まあちなみにね、補足で言うとね、じゃあエリア取りって5人でやるとき、じゃあ2人3とかで動けばいいのか。いや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 、バカですねいやいやいや、これ違うんですよ。あのね、エリア取りの方法、結構ね王道なねエリア取りとして、ラックしてる人が広げるんですよね。ラックしてる人、これ知ってます、遊撃、攻撃に遊撃。おんにゃにゃこん、ほい、ほわ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 。ちょ、冷静になれ。異性の声がして、エリア取りのちょっと賢いメルトが消えてたの。ほわ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 、ほわほわ。また左いるこれ。やばい、ちょっとこういう時はドローンで、危ないです。オッケー、天才。そう、ラークしてる人が広げるんですよ。
一人の人が南側攻めて4人で北側攻めるんだよ。で一人のラークしてる南側の人はもうピークもせずにずっと待つんだよね。そう、相手の拠点の入り口でエイム置いといて死なないようにしてエリア広げとくんだよね。そうすると北も南も敵が来るかもしれないと思わせることができる。まずいっすか、勝っちゃいますよ。エンチューラってこいつのことか。さあこれでオッケー、位置分かったね。このドローンのおかげで分かった。右に一人、あともう一人の位置はおそらく分からないから、まあ、一旦負けましょうね。はい、ということでね、はい、うん、はいはい、ということでね、強いね、楽しそうだね、このゲーム。メルトでした、バイバイ。